たフィリアのレッツエンジョイ充実劇場始まるよ。やあみんな、リアジだよ。フィリアですぞ。ねえねえフィリア、リア充ってどう思う？リア充、リア充ときましたか。電車内でイチャつくバカっぷるとか、ワインを片手に一流を気取るエリートにはもうイラッとしますな。これから紹介するネットハイは、そんなイラッとするリア充の嘘を暴いて爆発炎上させていくゲーム。なんとリア充を爆発炎上、たまりませんな。我が輩ワクワクしてきましたぞ。じゃどんなゲームか早速見てみようか。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。もう辛抱たまらんですぞ。それではレッツエンジョイ。全国の愚民どもごきげんよう。我が名はマスターオブセレモニー。どこにでもいて、どこにもいる。お前でもなければ君でもない。俺は俺だ。世のフォロワーは53億だ。絶対的管理による絶対的幸福、それがすなわち平等である。俺が今まで何人の女を抱いてきたと思ってる。女の子はもっとわがままでいいと思う。だってこんなに頑張ってるんだもん。黒歴史？そんな死にたくなるような恥ずかしい思い出はないかな。この格差あんまりですぞ。あなたっていい人ですね。さあ思い出してください。マスターがここにいる意味を、戦うべき理由を。虐げられてきた非リア充たちよ、逆襲の時だ。舞台はごく一部のリア充たちがこの国を支配する暗黒の時代。リア充でなければ人にあらず。世の非リア充は徹底的に蔑まれ、罵られ、罵倒されるだけの存在だった。そんな暗黒の時代に立ち上がった一人の非リア充がリア充を駆逐していく大逆転ストーリー。次々と現れるリア充たち、巻き起こされる迷惑行為と事実隠蔽、圧倒的フォロワー数の前に何もできない国民。彼らを倒す方法はただ一つ、爆発炎上バトルで勝利すること。ポンコツ AI をパートナーに、ネットワーク上のリソースを駆使してリア充の嘘を暴け。バトルに勝利するには、まず調査パートでリア充のゴシップを収集、燃料投下ツイート、ライフログサーチ、導火線インスピレーションでネット上に残されたリア充の痕跡を見つけ出す。そしてバトルでリア充の真実を特定せよ。煽る、噛みつく、演説、独身、糾弾、嘘で固められたリア充の真実の姿を暴く。とどめの一撃、タイムオブエクスプロージョン。勝利すれば全てのフォロワーを奪い取ることができる。勝者のご褒美リア充体験では、新たな才能が開花するかも。プレイステーションビータ専用ソフト、全リア充へ宣戦布告する爆発炎上バトルネットハイ、2015年11月26日炎上予定。先着購入特典はこんな感じ。我が輩これ欲しいですぞ。レッツ炎上。僕たち言うほどゲームに出てこないらしいね。なんですと？プレイステーション。